こんにちは。今日、主人の方に妊娠したっていうのを伝えようと思ってます。そう、ちょっと前からもう何回か自分でその検査薬をやってて、で、まあ、反応は出てて、で、親友たちに、まあ、言っていいのかな、どうなのかなっていう、なんか、やっぱり、本当に妊娠、まあ、妊娠はしたんだと思うけど、まあ、今後どうなるかわかんないか、こんな早いたい、まあ、多分早めの、まだ早い段階だから言っていいのかどうかっていうのがあるけど、まあ、はっきり今日、こっちの方の検査薬ではっきり妊娠したって出てるから、伝えようと思います。すごい、緊張するけど。で、まあ、伝え方どうしよう、普通に伝えるのかどうしようかって考えてたんですけれども、もうすぐで主人の誕生日なので、そのプレゼントを渡すふりして伝えようかなと思ってます。どんな反応するんだろう、ドキドキする。で、なんか伝え方としてはこうやって、箱を開けたらこうやって、ハローパパってメッセージ、これでわかるかな？で、これを入れようと思います。ね。もちろん初めてのことだから、どうなるのかって感じなんですけれども、でも、緊張するな。でもすごい楽しみ。嘘。マジ？本当に？すごい。ということで、僕たちにベイビーができました。ですね、ドームのキックオフパーティーで正式に、ジャスティンが妊娠を発表したんですけど、まあ、その時にたくさんの、お祝いのメッセージだったり、あとインスタでも発表してるんで、そこでもすごいたくさんのね、おめでとうございますとか、まあ、いろんなメッセージが、たくさん来てたでしょ。まあ、本当にありがとうございまありす。がとうございます。僕たちは本当に幸せ者ですね、ね。嬉ああいしいうね。たくさんのメッセージいただいて、で、ああいうふうに、いつもお世話になってるドームの、キックオフパーティーで発表ができて、で、まあ、ヤフーニュースだったり、まあ、いろいろ取り上げていただいてね、本当に、感謝、感謝ですね。ね。で、これ今、この映像はちょうど本当に今撮ってるんですけど、先ほどの、僕に報告する動画は、去年の11月10過ぎ、月10月の終わり。?10 月の終わりか。そに、まあ、ジャスティンが、撮ってくれたんですけど、まあ、本当リアルなやつなんで、ああいう僕のリアクションなんですけど、で、まあ、ちょっと話すと、話いいでしょ？まあ、10月の終わりで、僕、誕生日が11月の7日なんで、まあそろそろ10月の終わりぐらいになると、まあ誕生日プレゼントでね、何が欲しいとか、まあお互い僕らはいつもサプライズであんまあげないんで、基本的に欲しいものをお互いに伝えて、それを買ってあげるっていう、ノーそうサプね。ライズっていう感じなんで、で、まあその時僕はね、なんかね、どっかのハイブランドのなんかが欲しいみたいな話はしてて、で、まあ、誕生日も近かったんで、でもまあ、基本誕生日にもらうことが多い、てか、普通誕生日もらってたんで、で、あれ10月の終わりでしょ？で、まあ、誕生日もすぐだったし、そういう話もしてたから、いきなりね、家帰ったら、ルイ・ヴィトンの、なんかこういう、なんつうの？ケース？さっき見せたあ、やつ。見た、そう。ジャスティンがもらって、で、うわっ！これも絶対誕生日プレゼントだと思って。で、ルイ・ヴィトンかいっていう。いや、いい、すごいいいんだけど、その時違うの欲しそかっのたん時はだよね。違うの欲がしい欲のしがあくったんだて。よね。いや、嬉しいけど、うわ、誕生日プレゼントこれ、なんだろうな、絶対俺が言ってたやつと違うからな、ここでサプライズで来んのか、欲しくなかったらどうしようとか、まあ、いろいろ思ってて。で、
いざ開けたらまさかのねえなんていうの妊娠の検査薬検査薬だったっていうまあ初めてのこうサプライズですか、ね、もうびっくりだよねもう今までもらったプレゼントで、まあ、一番当たり前ですけど嬉しかったですよねっていう流れなんだよねあれすぐ分かったプレグナントってこうなんか書いてあってでそれは分かりやすいあれが妊娠してなかったナットだから電子あノットって普通は、機械じゃん電子的なのじゃないけどあれは海外の電子のやつを使ったから分かりやすい、はいはいはい、ものにしたうんでも一瞬で分かりましたよそりゃ驚きですよねどう思った、はい、いやもう本当に突然だったからもう何の予想もしてないからねはい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 で俺は完全に誕生日のプレゼントだと思ってたからいやめちゃくちゃ嬉しかったね本当に本当、うん、めちゃくちゃ嬉しかったねリアクションがこうああいうあれがリアルだと思うよ俺はしか言えないよそれはいやすごうすごうって言ったでしょあすごうかすごうだないやすごいでしょどうだったそれを渡すどういうつもりであれをだから普通こうやるのよ普通にルイ・ヴィトンのに入れてだから、まあ、薄もうなんか妊娠する前の検査薬っていうのもあるからああ、はいはい、それをもうやってたから自分だと多分妊娠してるなっていうのは分かってたけどああだけどやっぱ調べると、はいはい途中線が出てたけどもう途中で薄くなってきちゃってやっぱりダメだったとか、ああ、はいはい、だから早く分かりすぎるとダメな可能性も出てくるわけだから検査薬が先に反応しちゃうっていう、はいはい、だからそれがちゃんと、明確に分かる日まで待ってて、うん、で最後にもうしっかり分かりやすいやつ、はい、でやったらまあ出たから、うん、まあ妊娠してるなって思って、うん、でまあすぐ伝えたいなと思ったけど普通に伝えるのもなんか違うのかなと思ってそう、まあ、何かしてあげようと思って、はいはい、なるほどねたまたま目に入ったのがルイ・ヴィトンのケースだったからあここに入れてちょうどたかしの誕生日最初誕生日まで待とうかなと思ったけど、はい、まだ1週間ぐらいあったのかな、うん、だからそこまでは待てないなと思ってだからたまたま目に入ったあれを、まあ、早めのサプライズのずっと置いてあったからねそうなぜかふりして渡してみようかなと思ってはいはいはいなるほど大成功です、ね、よかったいや大成功あれはね普通に言われるよりはね驚きは増すよねとっさに考えたアイディアだけどあれすぐあれ俺に渡したのあそうじゃあトイレでコソコソしてたじゃんいやそれは覚えてない覚えてないそんなこといちいち把握してるからっていうことで本当に皆様いろいろ、これからも栗原隆史栗原ジャスティンを応援をよろしくお願いします。で、次は、ベイビーがね、うん、男の子なのか、女の子なのかっていう、そうね、もうすぐ、ね、楽しみも、うん、まだ分かってないんですよ。ちょうど今日、病院行ったんですけど、本当にもうそろそろ分かるんだけど、ね、まあ、今回は分からないっていうことで。っていうことで言われましてね、それも楽しみですね。どっち、もちろんね、元気な、子供が生まれてくれるのが一番なんで、うん、もうどっちがいいとか全くないですけど、わー楽しみです ね。男の子なのか女の子なのか、皆さんはどっちだと思いますか？コメント欄に、アンケート取ります。アンケートというか、書いてください。ということで、今のなんかジャスティンの感じを見て、あ女の子っぽいなとかね、そういうのもあるんじゃないですか？そうね、結構みんな予想はしてくれてる。男の子っぽいなとか、うん、全然わかんないですけど、僕は。男っぽいっていう人の方が多い気はするこれから予定日は7月なんでそうあともうちょい6 5ヶ月ぐらいありますね、うん、はいオリンピックの年にオリンピックの前に生まれるのでねオリンピックベイビーとよく言われますが嬉しい限りですタイミング的にもいいタイミングじゃないのいいタイミングなんかいいよ ね、うん、なんかスポーツで盛り上がっ東京がスポーツで盛り上がってる時にね時に東京で産むっていう、まあ私の YouTube で
ベビーグッズ紹介するので、あ、なんか今見に来てね。いろいろ買ってるからね。そう、なんか良さそうなおしゃれな感じの海外からやたら取り寄せてますからね。そう、たかしが、いなかったから先月、うん、その間空いてる時間はずっと可愛いベビー用品で、はいはい、良さげなの全部取り寄せて、ね、ちょうどそれが届き始めてるから紹介してくので見に来てね。まあ、それはジャスの YouTube 僕の YouTube ではやります。紹介はしません。はい、それじゃあまたさよなら。次は男の子か女の子かの、発表をしたいと思います。それじゃあバイバーイ。